僕は石原京介、都内に住むごく平均的な男子高生だ。少し変わったことといえば、家庭の都合で幼い頃から離れ離れで暮らしていた妹のナミカとこの春から一緒に暮らし始めたことくらい。10年ぶりに会った妹は、なあ、ちょっと背中の毛剃ってくれへん？いろんな意味で変わっていた。今日は一日晴れ渡り、気持ちのいい土曜日となるでしょう。勝ったな。ん？いやー、勝ったなお兄ちゃん。ん？にしても球児使いすぎやんな。故障が心配やわ。あと勝ったからええようなもんの、荒い守備下手すぎやろ。あのエラーいらんかったよな。何が？いやいや、朝一で勝ったな言うたらタイガースに決まってるやん。新聞の何読んでねん。朝一で勝ったなといえば阪神のことらしい。電化の漫画な。球児とトリが FA でよそ行ってもうたら来年どないなんねん。ほんま根本的にもう金の使い方がおかしいねんな。グリーンウェルなんか3億もなさしといて1ヶ月で辞めて帰りよって最悪やん。辞めた理由、神のお告げやで。信じられへんわな。うん、まあ兄貴とジョーで6億浮くんはええけど、次はどの不良債権捕まされるんやって話やな。ほんま兄貴とジョーがおらんくなるんは言うてもちょっと寂しいねんけどな。なんだかんだで弱い阪神も好きらしい。電化の漫画な。なんかお兄ちゃんしんどそうやね。あ、風ちゃん。いや、寝起きなのと昨日運動したからちょっと筋肉痛で。うち風邪やと思うわ。季節の変わり目やし、流行ってるって聞いたし、絶対風邪やって。ちゃんと病院行きよ。いやいや、全然風邪の症状と違うだろう。あとスポーツドリンク飲みや。ビタミン C が効くねんでな。風邪は引き始めが肝心やねんからな。よくわからない根拠で決めつける&主張を曲げないらしい。電化の漫画な。見て見て、いろいろ買い物してきてん。この靴下かわいいやろ。うん、200円やってん。安いやろ。うん、お兄ちゃんにも買うてきたったから。はい。え、なんで俺に？あとこのティッシュケース100円やで。この髪留めは50円。これも2個ずつ買うたから持ってき。え、髪留めなんか俺使わないけど。そのうち伸ばすかもしれへんやんな。あ、ケチなようであげたがりらしい。電化の漫画な。掛布に岡田に真由美、すごい選手はめっちゃいたけど、あんたがやっぱ一番や。戻ってきとくれバスハン。お前生まれてねえだろ。